生地がサクサクたっぷりクリームのプチシューを作りました。料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はサクサクシューとクリームたっぷりなプチシューを作りたいと思います。よくねコンビニとかスーパーで売ってるあのちっちゃいシュークリーム、プチシューを作っていきたいと思います。前回私の動画でシュークリームの作り方をご紹介したんですけれども、前回のシュー生地は水だけを使ったシュー生地なんですけれども、今回はシュー生地に牛乳も加えて香ばしくてサクサクのシュー生地にしていきたいと思います。そして中に入れるクリームもカスタードクリーム、生クリームを合わせてたっぷりプチシューの中に入れていきたいと思います。ということで本日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、それではまずシュー生地の材料をご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、卵、バター、牛乳、お水、塩、この6つの材料で作っていきます。今回バターは無塩のバターを使ってください。そして卵とバターなんですけれども、こちらは必ず常温に戻した状態で使ってください。こちらの牛乳とお水なんですけれども、この割合は1対1になります。シュー生地の中にこの牛乳を加えると生地自体が香ばしくなります。あっさりとした生地にしたい場合はお水だけで OK です。その場合はお水 100ml にしてください。牛乳だけでもできるんですけれども、少し焦げやすくなるので割合的には1対1ぐらいがちょうどいいかなと思います。はい、そして中に入れるクリームの材料はこちらです。卵黄、牛乳、薄力粉、グラニュー糖、バニラオイル、生クリーム、こちらの材料で作っていきます。今回バニラオイルを使うんですけれども、なければバニラエッセンスで代用していただけます。カスタード自体はこの5つの材料で作って、でその後生クリームを別で加えます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。そしてカスタードを作る前に氷水を用意しておいてください。それではですね、まず最初にカスタードクリームから作っていきます。まずボウルに卵黄を加えます。で卵黄にはですね、こういった膜やカラザがついているので、こしながら入れるようにしてください。そうすることで舌触りが滑らかで美味しいカスタードに仕上がります。はい、このようにカラザと膜を取ることができます。それではここにグラニュー糖を加えて白っぽくなるまですり混ぜましょう。グラニュー糖はですね、卵黄の水分をね吸収しやすいので、加えましたらすぐ混ぜるようにしてください。はい、よくすり混ぜていきます。はい、今1分半ほど混ぜました。そうするとこのように白っぽくもったりとした感じになります。グラニュー糖はねまだちょっとジャリジャリっとした感じなんですけれども、こちらは後ほど牛乳など加えたら溶けるので大丈夫です。なので大体1分半ぐらい目安で混ぜていただくといいと思います。それではここに薄力粉を加えます。でふるって加えましょう。薄力粉は混ぜると粘りが出てきてしまうので、軽く粉っぽさがなくなるぐらい混ぜれば OK です。はい、このように粉っぽさがなくなれば OK です。それではここで牛乳を軽く温めます。まずお鍋に牛乳を入れて、そしてここにバニラオイルですね。はい、バニラエッセンスを加えるときはカスタードクリームが完成してから最後に加えるようにしてください。でこれで加熱します。で火加減は中火で OK です。このまま鍋肌の周りがちょっとフツフツしてくるまで加熱しましょう。はい、今鍋肌の部分が少しフツフツしてきました。そしたら火を止めましょう。でこの牛乳を温める理由なんですけれども、先ほど卵黄の方にお砂糖を入れたと思います。でそのお砂糖などを溶かしてよくなじませるために牛乳は温めます。でこの牛乳を温めすぎてしまうと卵が固まってしまうので、温めすぎには注意してください。それでは卵黄の生地に温めた牛乳をまず半分加えます。素早く混ぜましょう。でよく混ざったら残りの半分も加えます。そして混ぜます。でこの時にお砂糖のシャリッとした感じがなくなっていれば OK です。それではこちらを再加熱していきます。お鍋に戻します。はい、でこれで中火にかけます。はい、でここからはしっかりとこう混ぜながら加熱していきましょう。最初はねこのようにちょっとサラサラした感じになってるんですけれども、最後はもったりとした感じになっていきます。お鍋はですね、基本的にこの鍋肌の部分の方が温まるのが早いので、そちらが固まらないようにねしっかりと全体的によく混ぜましょう。はい、だんだんこうやって固まってきました。ちょっとね塊が出てきたら混ぜるスピードをアップしてください。はい、このようにねだんだんとろみがついてきました。
みがついてきたら火加減をね少し弱火にしてください。クリーム状になってもまだ少しかき混ぜてください。そして表面にふつふつと気泡が出てくるまで混ぜていきます。こんな感じでふつふつしました。そしたら火を止めてください。このようにもったりとしたクリーム状になれば OK です。それではねカスタードをボウルに移していただいて、ここにペトッとね表面にラップを貼り付けます。でこれで乾燥を防ぎます。このようにしっかりと表面をラップで覆って、その後用意しておいた氷水で急速に冷やしてください。カスタードは熱いままですと傷みやすいので必ずすぐ冷やすようにしてください。これで粗熱を取って冷えたら冷蔵庫で冷やします。それではシュー生地を作っていきます。まずですね、下準備として卵をボウルに割り入れて溶きほぐしておきましょう。シュークリームの卵の量なんですけれども、今回の分量は 110g と設定しています。なんですけれども生地の加熱具合によって入れる量が変わってきます。なので少し卵液は多めに用意しておいてください。だいたい 120g ぐらい用意していただければいいかなと思います。卵はですね、いろんなサイズがあるんですけれども、 M サイズでだいたい 50g 前後で、 L サイズでだいたい 60g 前後になります。なんですけど物によって多少何グラムか違いがありますので、卵を割っていただいてその後計量していただくと一番いいかなと思います。 L サイズが 60g なのでだいたい2個ぐらい、 M サイズの場合は1つがね 50g なので2つ半ぐらい用意していただくといいかなと思います。最初にこうやってね量りを置いていただいて、そこで卵を割って、これで 48g です。はい、で今 104g になりましたね。でもうちょっと足りないのでもう1個ね入れます。はい、でこれで今 154g でかなり量が多いんですけれども、余ったのはねまあそのまま飲んでいただいてもいいですし、他のね調理とかあとスープなどに入れて使っていただいてもいいかなと思います。でこれをまず 158g こちらを混ぜます。はい、で今計量してこちら 120g 入ってます。続きましてバターですね。バターは常温にきちんと戻していただいて、溶けやすいように少し細かく切っておきましょう。バターはこのぐらいの大きさに切っていただければ OK です。薄力粉を振るっておきましょう。薄力粉は水分が沸騰したらすぐ加えます。なのであらかじめきちんと振るっておきましょう。ここで振るっておかないと生地がねダマダマになってしまうので、この作業は必ず行ってください。で薄力粉の準備はこれで OK です。はい、そしてこちらで下準備は最後になります。このようにあらかじめ絞り袋を用意しておきましょう。今回口はねこのぐらいの大きさのものを使います。絞り口のところがだいたい1センチくらいの大きさになります。これはねもうちょっとちっちゃくても大丈夫です。でこれをセットします。これで OK です。でこの絞り口を入れたら、このようなちょっと縦長の容器にこのようにあらかじめきちんとセットしておきましょう。そしてあとですね、クリームを入れる絞り袋もセットしておきましょう。 2,3 ミリぐらいのちっちゃい口で絞っていきます。こちらはね100円ショップの絞り袋についてたものです。あとはこのようにセットしておきましょう。それではシュー生地を作っていきます。まずお水、そして牛乳、そして塩、そして切っておいたバターを入れます。火にかけていきます。で火加減は中火で OK です。でこれでバターを溶かしながら牛乳を沸騰させます。でこうやってね途中で混ぜながら溶かしていきましょう。この熱湯にですねこうやってバターを溶かすことで薄力粉がダマになるのを防いでくれます。でこのままバターが溶けて沸騰するまでね加熱していきましょう。で沸騰したらこのまま弱火で20秒加熱して、しっかりとこの牛乳とバターに火を入れます。はい、 OK です。20秒経ったら火を止めましょう。そしてここに薄力粉を加えます。火をつけたままですと薄力粉はダマダマになりやすいので必ず火を止めてください。そして一気に薄力粉を加えましょう。でこれをですね素早く混ぜて粉っぽさがなくなるまで混ぜます。はい、このようにひとまとまりになりました。そうしましたらこれを火にかけます。でこの時強火にしてしまうと油がにじみ出てきてしまうので弱火で加熱していきましょう。ステンレスの鍋ですとだいたい鍋底にこう膜が張るぐらいが目安なんですけれども、お鍋の種類によってね変わってくるので1分半を目安に加熱してみてください。こうやって鍋に広げながら小麦に火を入れていきます。
でこの時にしっかりと小麦に火を入れていないと膨らみにくくなってしまいますので、きちんとねこうやって広げながら生地全体に火入れしていきましょう。でこう鍋底に生地をこうやって押し付けるイメージですね。はい、今1分半経ったので火を止めます。はい、生地の柔らかさはこのぐらいですね。ちょっとね耳たぶよりも柔らかいかなというぐらいの生地の硬さになります。でそれではこの生地をボウルに移します。こちらの木に卵液を加えて生地の硬さを調整していきます。硬さはやりながらご説明していきます。このタイミングでオーブンを200度に予熱しておきましょう。卵を5分の1から4分の1ほど入れます。でこれをよく混ぜましょう。最初は水分と固体なので混ぜづらいので、このように切るように混ぜてください。一度にね卵液を入れてしまうとかなり混ぜづらいので、少しずつ入れるようにしてください。はい、でこの卵液の水分っぽさがなくなったらまた加えましょう。でこれで混ぜます。でしっかりとねこうやって練りながら卵は生地に均一に混ざるようにしてください。まだね2回目だとかなりまだ全然硬い状態です。これでまた加えます。まだちょっと硬いですね。でこれを加えます。今ねこのぐらいの生地の硬さなんですけれども、もうちょっと緩くします。はい、このぐらいで OK ですね。目安としては生地をこうやって持ち上げた時に生地が逆三角形にゆっくりと落ちるぐらいの硬さです。そしてこのゴムベラに残った下の部分が逆三角形にねこのようになっていれば OK です。それではこちらを絞り袋の中に入れましょう。はい、これで生地の準備は OK です。それではですね生地を絞っていきます。天板の上にこういったねオーブンシートまたはクッキングシートを敷いてください。だいたい 2.5 センチから3センチくらいの大きさに絞っていきます。まあ、今回プチシューなのでね結構ちっちゃめに絞っていただいていいかなと思います。絞るときは間隔を空けて絞るようにしてください。だいたい5センチぐらい間隔空けてください。はい、こんな感じで絞りました。角がかなり立っているので指に水分をつけてこの立った角をね鳴らしていきます。このようにてっぺんを鳴らしましょう。そうしましたら最後に霧吹きをかけます。でこのようにしっかりと霧吹きで水をかけておくと表面が乾燥するのが遅くなってしっかりと膨らみます。それではまず200度のオーブンで10分焼きます。はい、10分焼き終わりました。そうしましたら温度を160度に下げてこのまま15分焼いていきます。はい、焼き上がりました。こんな感じに仕上がってます。このようにふっくらと膨らみました。はい、それでは天板から取ってケーキクラーのような下が空いているものの上に置いてこれで冷ましましょう。こちら2回に分けて今回焼いたんですけれども、少しだけこう膨らみが悪くなります。全然全く膨らまないっていうわけではないので、いっぱいな時は2回に分けてやっていただいてもいいかなと思います。それではクリームを仕上げていきます。ボウルに生クリーム、グラニュー糖を入れます。これを7分立てぐらいまで泡立てましょう。はい、このようにねしっかりとピンとつのが立てば OK です。カスタードクリームの粗熱を取って冷蔵庫で40分ほど冷やしました。でそうするとですね少し固くなっているので、これを練って柔らかくしていきます。クリームをね押しつぶすようにして最初混ぜていきましょう。このようにねクリーム状に戻しましょう。泡立てた生クリームを半分ずつ加えます。でこれで混ぜていきましょう。はい、このようにだいたい混ざったら残りの半分を加えます。そして最後はですねハンドミキサーで仕上げます。低速で混ぜていきます。はい、しっかりと混ざれば OK です。これでクリームは完成です。そうしましたら用意しておいた絞り袋の中にクリームを入れます。これでクリームの準備は OK です。はい、シュー生地の粗熱を取りました。それではですね中がどのくらい空洞になってるか切ってみます。ででん、このようにしっかり中身は空洞になってます。それではですね中にクリームを入れていきます。こういったね割り箸などを用意してください。でこの底に穴を開けます。
はい、このぐらいですね。絞り袋の先をこの中に入れてクリームを絞り出します。はい、このようにね、たっぷりクリームを入れれば OK です。でこちらも同様に穴を開けます。そしてクリームを入れます。はい、これをね、どんどん繰り返していきましょう。はい、全部入れ終わりました。これでサクサク生地のプチシューの完成です。こんな感じに仕上がってます。このように可愛いサイズに仕上がりました。はい、こんな感じで中身にたっぷりクリームが入ってます。はい、ということで完成しました。こんな感じに仕上がってます。早速いただきたいと思います。いただきます。うん、クリームがたっぷり入ってて、生地に牛乳入れてるので生地にも香ばしさがありますね。美味しい。コンビニとかで売ってるプチシューよりサクサクっと仕上がってますね。美味しい、止まらない。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。で今回のポイントなんですけれども、まずシュークリームを作るときは下準備をきちんとしてから作り始めてください。卵は常温に戻しておくことと、あとバターは常温に戻しておいてください。そして薄力粉はきちんと振るっておくことと、あと絞り袋もセットしておくようにしてください。まずバターが冷たいとですね、水と牛乳に混ぜて加熱したときに沸騰するまでに時間がかかってしまいます。そうするとですね、どんどん水分が飛んでいってしまうので、バターは常温にしてできるだけ早く溶けるような状態を作っておきましょう。薄力粉を加えてその後再加熱したと思うんですけれども、結構目安として鍋底に生地がつくまでとかっていうのもあるんですけれども、お鍋の種類によって鍋底につく感じが変わってくるので、だいたい1分半を目安に加熱していただくといいかなと思います。この時に強火などにしてしまうと油分がにじみ出てきてしまうので、弱火で加熱するようにしてください。そしてこの加熱の時間が足りないと膨らまない原因になりますので、しっかりこちらを加熱するようにしてください。卵の量がね、結構難しいんじゃないかなと思うんですけれども、この卵の量は生地をどのくらい加熱してどんな状況だったかっていうので少しね、差が出てきます。今回私はね、トータルで 110g 使いました。加熱具合によっては 110g 使わなくても生地がもう柔らかくなったりとか、あと 110g 使っても生地が硬いままだったりとかっていう場合がありますので、 120g ぐらい卵液は用意していただいた方がいいかなと思います。卵液を入れるときはですね、ちょっとずつ入れるようにしてください。一度に入れてしまうと混ぜづらいのと、あといきなり緩くなってしまう可能性があります。そして生地の硬さの目安なんですけれども、ゴムベラに生地を取ってこう持ち上げた時にゆっくり逆三角形の形になって下に落ちていくぐらいの柔らかさを目安にしてください。卵液がもうちょっとだなっていう時になったら、こうその都度その都度硬さを確認しながら作っていただくといいかなと思います。あとはですね、焼く前に表面が乾燥してしまうとあんまり膨らまなくなってしまいます。必ず霧吹きをかけてから焼くようにしてください。今回は200度で10分焼いた後に160度に温度を落としてその後15分焼きました。でこれはですね、オーブンの種類によってちょっと変わってくる場合がありますので、そこら辺はね、調整していただけたらと思います。で目安としてはまず200度のオーブンの時には一気にこうシュークリームはブワッと広がります。である程度広がった時に多分もう10分ぐらい経っている時間かと思います。その後160度で形を形成するっていうイメージなので、160度に焼いて途中でね、焼き色がちょっと濃いかなっていう時は150度に下げてそのまま焼いていただけたらと思います。扉をね、途中で開けてしまうとシュークリームがしぼんでしまうので、焼いている最中は絶対開けないようにしてください。そして今回の生地でだいたい3センチぐらいに絞って35個できました。でこれは絞る大きさによってちょっとね、上下するかと思うんですけれども、そのくらいの個数を目安に考えていただくといいかなと思います。1回目で私の天板で24個焼けて、その後11個焼けました。今回私は2回に分けて焼いてみたんですけれども、2回目になるとね、どうしても生地が冷めてしまうので少し膨らみが悪くなります。オーブンの天板の大きさに合わせて分量半量で作るのか、それともこの分量で作るのかっていうのを決めて作っていただくといいかなと思います。そこまでね、全然膨らまないっていうわけではなかったので、ぜひこちらもね、試していただけたらと思います。今回は私はカスタードクリームと生クリームを合わせて作りました。カスタードクリームのポイントとしては、しっかり混ぜながら加熱するようにしてください。出来上がったカスタードクリームは温かいままだと傷みやすいので、すぐ冷水に冷やしていただけたらと思います。今回はこのようにクリームを入れたんですけれども、いろんな味を入れて楽しむこともできるかなと思います。すごくね、美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はクリームたっぷりなプチシューを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。